2月16日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今一番気になるのはですね、天気図を見てると東北から北海道にかけてすごい、はい、ほとんど台風みたいな低気圧が来てぐるんぐるん回ってますよね。大荒れ、台風はあの反時計回りにぐるぐる風が回ってますけれども、はい、別に台風じゃなくても低気圧はみんなあの北半球では半時計回りにぐるぐる回ってますから、はい、これが私あの最近パソコンとそれからスマホにですね、うん、北太平洋の風がどう吹いてるかというのを瞬時に見られるアプリを導入してこれをもう暇があるとずっと見てるんですけども、はい、はい、今も北海道あたりにそのアプリだとですね、風が強いとですね、風が穏やかだとグリーンとか青ので表示されるんですが、風があの強くなってくるとエンジ色から紫色みたいな表示になるんですよ、はい、もう北海道あたりその紫の、風がね反時計回りにぐるんぐるん巻いてて、中心気圧がなんか900ヘクトパスカルの半ばぐらいまで下がるって、はい、それ台風としてもかなりでっかい台風ですからね、大変なことになってますが、しかし大阪は昨日の夜ぐらいから急激に寒くなったんですよ。なんか寒いんですってね。で今朝もむっちゃ寒かったんですが、おうおう、今はね気温が 9.7 度と。 9.7 度、9.7 度、あれ、ね、9.7 度、その驚きは何ですか。東京はね今日ね 16.2 度まで年上がってる。4月上旬並みなんです。あったか、いやそれ気をつけてください。大阪がまさにそうで、昨日の夕方ぐらいから急激に寒くなったんですが、昨日の朝の最低気温14度ぐらいあったんですよ。で一昨日すごい暖かかったんです。で週末も暖かかったんです、はい、で週末も暖かくて昨日の朝ぐらいまで暖かくて、昨日の午後ぐらいから急激に寒くなって風がビュービュー吹き始めたんです、はいはいはい、その結果何が起きたかというと、はい、先週末から今週初めにかけて急激に関西の気温が上がったもんですから、関西近辺の杉が一斉に開花したみたいですねそれが寒くはなったんだけど、一遍開花しちゃったものが多分縮まないっぽいですね。で、開花して大量の花粉が撒き散らされる状況になった上で猛烈な風が吹き始めたんですよ。ね、その話聞いてるだけで私鼻がもむずむず。もう昨日の夕方ぐらいから関西方面花粉症患者がものすごい勢いで増殖して、でしょう、ね、関東も今日それだけ暖かいということは、これでこの後ぎゅっと寒くなるか暖かくなるかともかくとして、次に風が吹いた瞬間に、山の方から花粉が飛んできますから。もうね。偉いことになりますよ、これ。ですよ、花粉症、本当に。でも私最近ね、でもこの年になって、昔ほどひどくなくなってきたんですね。それ、なんか、年とともに免疫力が低下するっていう話もありますよね。もう本当にそれで、だから新型コロナなんかとちょっと密接に関係があって、花粉症どうなんでしょう、そういう研究はまだ行われておりませんけれども。花粉症出やすい人って多分ね、免疫反応が優れてる人で敏感な人なんだと思いますよ。そうするとね、今回新型コロナで亡くなってる方は全世界的に、特に日本なんかそうですが、圧倒的にご高齢の方が多くて、ご高齢の方がなんで新型コロナで重症化するのかって諸説あるんですけど、やっぱり高齢になってくると免疫機能が正しく働かないと、あるいは正しく働かないのの中には、あの働かないもんだから暴走し始めてとんでもないことになるって、免疫暴走っていうのも含めて、免疫がうまいこと言ってないから高齢者はやっぱり新型コロナで重篤化しやすいんじゃないかっていう説がありますけれど、私ね一番自分であの花粉症がひどかったのは小学校の頃ですから、で小学校の頃にどのぐらいひどかったかというと、まだ花粉症という言葉はなかったんですが、今から考えると完全に花粉症ですよね。で前この番組でもお話ししましたけれども、春の学校内の耳鼻科の検診では必ず慢性副鼻腔炎に行って診断をされて、このままほっとくと蓄膿症でアホになるって言われてですね、アホはちょっとねあれですけどね、いやいや その時医者がそう言ったんですよ、そう言われてたんですよ。でしょうがないからあの医者に行くんだけれども、シーズン
ンが終わるとピタッと治って、で翌年の春の、春先の、学年が上がってすぐに耳鼻科の検診があるんですが、そのタイミングで必ず慢性副鼻腔炎って言われるんですよ。先生だけど同じ先生ですから、先生去年治療して治ったって言ったじゃん、ね、夏ぐらいになんで治んないの。それが毎年毎年ですよ。だから今から考えると完全に花粉症で、ね、その頃花粉症だってわからないんですけれども、ね、春先になるとですね、教室の中でものすごい勢いでくしゃみが出るんです。止まんないですよね、あれね。で、私だけだった感じがしますね。他そんな症状いなかったんですよ。で、わーわー涙流しながらくしゃんくしゃん、こう、くしゃみをしてると、はい、教師が授業妨害だと、こう、どうもね、思ったらしくてですね、教室から排除しようとするんですよ。かわいそう。それで、ざんざん泣いてたら、はいはい、その先生が、多分なんか私が理由があって泣いてると思ったらしくて、周りの子たちに話しかけるなと、理由を聞くなと。人そっとしといてやれ。そう、そっとしといてやれって。いや、先生、別に悲しいことがあるわけでも、何でもなくて、とにかく涙が、目が痛くて涙が止まらないんですけど、先生、保健室連れてってくださいって、こっちは思ってんだけど、先生はきっと何か、辛坊君は悲しいことがあって、ずっと泣いてるって、その嫌がらせで、授業中に10回も20回もくしゃみしてるんだと、どうも思ったらしくてですね。不憫ですね。病気というのは時としてやっぱりね、差別の対象になるということを世間の皆さんは十分理解された方がいいんじゃないかと、はい、いう辛い季節が、多くの方にとっては始まるんですが、逆に私ね、最近ね、花粉症そんなにヘビーにならないんですよ。やっぱりそれはあれですよ。まあ、だから年を取ってきて免疫の反応力が落ちてるのかなと思うんですが、それでもこの季節にそれでも耐えきれずにどうにもならなくなる時が一回だけ毎年春にあるんです、はい、それ何かというと、3.11 の震災以降、毎年春先の3月11日の当日に関西でオンエアするローカル番組のために、直前2月の下旬から3月の頭ぐらいに南三陸あたりに入るんですよ、はい、うん、そうするとね、とてつもなくひどい花粉症になってロケにならなくなっちゃうぐらいなんです。そうなんですか。で、関西に帰ってくると割とピタッと止まるんです。それで、私ね、どちらかというと、はいはい、ヒノキがもともと昔から花粉症の中心で、関西の杉はそんなに反応しないんですが、はいはいはい、南三陸あたりの杉にはものすごく敏感に反応するんです。それで私も不思議に思っていろんな人に聞いたんだけど、うん、確定的なことは誰も言わないんだけれども、うん、結構花粉症を本気で真剣に研究しているようなお医者さんに聞くと、うん、どうも関東のあるいは東北の杉の種類と、うん、関西の杉の種類、杉の種類と違って、そうなんだ。だからその免疫反応を起こす相手の人間との相性みたいなものがあって、辛坊さんの場合は、どうも北関東で、子供の時私北関東なんで、それでだから最初のアレルギー反応を経験してるんで、それと同じ種類の関東から東北にかけての杉花粉に体が反応するんじゃないですか。関西で杉花粉症が出にくいのは、辛坊さんが反応しているアレルゲンとしての杉の花粉は、関東の杉じゃなくて、関西の杉じゃなくて関東の杉で、関西の杉花粉に関しては辛坊さんは、どうも免疫反応を起こしていないんじゃないのっていう専門家の先生がいて、同じ杉の花粉でも地域によって、微妙に多分、何かが違うんじゃないのっていう話なんですよ。で、これをちょっと今実証的に証明できるのがですね、今、幸いなことに今関西で、もううちの家族なんかはスギ花粉症が出て大変なことになってるんですけど、私は比較的大丈夫なんです、今。だから私がこれね、緊急事態宣言が終わって、はい、関東に住み始めて、日本放送に通い始めた時に、一気に花粉症が出たら、あ、やっぱり、子供の時に接して最初のアレルギー反応を起こした関東の杉に私の体は反応するのではないのかと。お、人体実験。だから同じ杉の花粉でも地域によって違うということの、今年はね、実験をしてみようと。いいですね。これはお聞きの皆さんにも有意義な情報ですよ。いや、別にここにいて花粉症が発症してないんだったら、花粉のシーズンもずっと関西支社からお願いしますって言えばいいのか。そうだな。ダメですよ。ちゃんとね、来られるようになったら。そういう話じゃないんでしょうか。そうです、そうです。はい、関東お天気どうなってます？今日はね、とってもいい天気ですよ。で、気温16度を超えましたしね。ただ、風はね、やっぱりね、ちょっと強めかな。
はい、だってあの天気図見たら、うん、東北から北海道にかけてあんだけグリングリンね、うん、半時計回りの風が吹いてるのに、うん、関東はそんなに天気が良くて暖かいっていうのがねちょっと信じがたいんですけど、ね、それはまあ信じがたいって言ってもリアルにそうなら仕方がないですね。そうなんです、事実なんです、はい、そんなこんなでございます、はい、今日はあの番組中にウイルスの専門家をお招きして、はい、ウイルスというかワクチンの専門家をお招きしてですね、そうですね、4時台に明日以降もう始まりますから、はい、まあ早いのか遅いのかよくわかりませんけども、いよいよ ね、 明日からね、そのあたりも含めて聞いてみようということになっております。ありました。では今日も株と為替の値動きからお伝えいたします。今日の東京株式市場、日経平均株価も大幅に続伸しました。昨日と比べまして383円60銭高い3万467円75銭で取引を終えました。まあ、連日30年半ぶりの高値更新していますね。前日のヨーロッパ市場の株高に加えまして新型コロナウイルスのワクチンの普及やアメリカの追加経済対策に対する期待感が追い風になっているということです。30年半ぶりということはバブルが崩壊した90年8月1日ですか、うん、90年8月1日、はい、でその前に逆に言うとですね、今だんだん一旦ドーンと下がってそこから上がり始めて、30年半ぶりの、ところに到達してるわけじゃないですか、はい、うん、バブルの時にぐーっと上がっていって初めて日経平均が3万円を突破したのっていつ頃か知ってます、はい、いつ頃でしたっけ。これがですねバブルって多分ね1985年のプラザ合意っていうやつがきっかけで、はい、このあたりが境だと思います、うん、今うろ覚えで適当に喋ってますからもし間違っていたらリスナーの皆さん教えてくださいこれいいなと最近ね、うん、気がついたんです、うんうん、なんか自分に自信がないことを言うときに、うん、もしかしたら間違ってるかもしれませんからリスナーの皆さん教えてくださいって、いいと思いますよ意見交換しつつ。そうですか、これってだけどかなりやり方としては卑怯だよなと。そうですね、喋るんなら事前に調べとけよと。確かにね。そうですよね、いきなり思いつきで喋るなと、うん、でも大半が思いつきで喋ってますよ ね、 ううね、オープニング特に、うちのですね、はい、パートナーはですね、地元のコミュニティラジオかなんかで、ね、奥様DJ っていうかパーソナリティをやってるわけですよ、はい、うんうんうん、でパーソナリティをやるその日の前日なんかはですね、うん、なんか午前4時半ぐらいまでね、はい、何を喋ろうかずっと調べ物してるんです。素晴らしいいやねこれまあねえ一応ほらこう私はまあラジオパーソナリティに関してプロとは言えませんよね。まあいやもうテレビの世界がなくてたまさか今ラジオやらせていただいてるというのに過ぎないんですが、増山さんなんかはもう筋金入りのラジオパーソナリティじゃないですか。筋金入りだけど午前4時半まで翌日の放送内容で何を喋るか考えるためにずっと調べてるってないよね。もうないですね、夕方4時までもないですねいけないですね、ちょっとこれ。そう、だからちょっと反省してるんです。それを見ながらね、うん、俺ももうちょっと真剣に何を喋ろうかぐらい事前に考えて、うん、ね、思いつきで喋るんじゃなくて、例えば今の話だと私が言いたかったのは、うん、1985年が多分プラザ合意ですよ。はい、で、ここで、一気に日本は円高になってですね、円高で景気がガタガタになるのを防ぐために、まあお金をばらまく金融緩和をやって、で、その結果バブルが起きたと一般的には言われてます。で、そこから急激に土地と株が上がり始めたんですね。で、その土地と株が上がり始めて、3万円を突破したのが私の記憶では1988年です。はい。1988年、バブルが始まって3年後に、3万円を突破して、はい、そっからバブル崩壊の翌年の暮れには、もうほぼ4万円になってるわけです。ものすごい勢いで上がってってるんですね、はい、当時、はい。で、今回の上がり方を見ると、1985年の後のバブルが起きて、急激に株が上がっていった時の感じに、ぶっちゃけ似てる感じがするんです。なんか世の中の状況は全然違うんだよね。だからどこが天井かは、そうなんです。世の中の状況全くわかんないんだけど、天井をどこでつけるかわからないけれども、あの時1988年に3万円突破して、1989年の暮れにはもうほぼ4万円の手前まで上がってってるわけだから、今3万円突破しました。はい、次4万円の手前まで、あの時の勢いみたいに猛烈な速度で上がっていくのか、うん、それとは違うタイミングで天井が来るのか、うん、いろんな意味で、うん、
注目の今年は1年だなと、うん、まあ、新型コロナの行方と同時に、ね、全世界的な金融緩和がどうなるのかと、はい、こういう話をね、うん、おいおい今日今年は4月中旬にやろうかな。何言ってるんですか辛坊さん。3月までにしてください。気がつきました。気がつきますよ誰だって。それでは、はい、進めてください。進めます、はい、この後すぐの最初のズームオンの予定はアストラゼネカ製ワクチン WHO が緊急使用を承認という話題で、4時台には先ほどね辛坊さんもおっしゃいました新型コロナウイルスワクチン明日から接種開始安全性と有効性はということで東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんにお電話で伺います。5時台はアメリカ連邦議会乱入事件をめぐる弾劾裁判無罪評決トランプ氏復権へ意欲というニュースにズームします。さあそして今日はですね豪華なプレゼント今週はございます。世界に1枚しかない辛坊さんのサインと私の落書き入りの番組特製クオカード3000円分毎日3人の方今日の申し込みの受付は、今日の深夜0時までです。ですからラジコのタイムフリーポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募ください。で、はい、今日の昨日の当選者の発表辛坊さんからお願いします、はい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 、2月15日月曜日放送分のクオカード3000円分当選者のお三方です。でん東京都杉並区の近藤俊介さん、神奈川県川崎市の吉野義人さん、千葉県千葉市の野瀬純子さん、おめでとうございます。今日の分の当選者の発表はね、明日のオープニングで行います。メールは zoom@1242.com までお寄せください。日本放送、辛坊治郎ズームそこまで言うか。お知らせの後はズームフラッシュです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを1分間で振り返るズームフラッシュです。河野太郎規制改革担当大臣は今日の記者会見で新型コロナウイルスワクチンの供給スケジュールに関し地方から速やかな情報提供の要望があるがまだ厳しいのが現実だと説明しました。政府は明日から医療従事者への先行接種を始め4月1日以降に高齢者向けの優先接種開始を目指します。東京オリンピック・パラリンピック組織委員会は森喜朗会長の辞任表明を受け、今日公認候補を選考する候補者検討委員会の初会合を開きました。公認候補に橋本聖子東京オリンピック・パラリンピック競技大会担当大臣や JOC の山下泰裕会長らが浮上しています。世界貿易機関 WTO は一般理事会を開き、ナイジェリアのヌゴジ・オコンジョイ・ウェアラ元財務大臣を次期事務局長とすることを正式承認しました。WTO 史上初めて女性がトップの座につきます。福島県、宮城県で震度6強の激しい揺れが観測された13日の地震で、地震発生から3日目を迎えた今日も、宮城県山本町の300戸で断水が続いています。気象庁は発達中の低気圧や強い冬型の気圧配置の影響で、北日本から西日本で、あさってにかけ非常に強い風が吹いて大しけとなり、大雪となる恐れがあるとして警戒を呼びかけました。北海道の日本海側では明日の朝にかけて数年に一度の猛吹雪となる見込みです。今日2020年分の所得税の確定申告受付が全国の税務署や特設会場で始まりました。緊急事態宣言を受けて期限は1ヶ月間延長され4月15日までとなります。例年ですとね、今日から1ヶ月で3月15日までなんですけれども、はい、今年はまあ、密を避けるっていう意味と、おそらくまあ、商売その他で、いろんなことがまだ確定しないし、そこまで手が回らないんで、ちょっと余裕をつけてあげましょうということなんでしょうね。4月15日まで確定申告。まあ、確定申告、普通のサラリーマンの人にとっては、年収2000万を超えてないと、申告する必要はありませんので、年収2000万を超えてるか、確か
給与所得以外の収入が20万円かな、なんかそれ以上あると確定申告しなきゃいけないんですが、一時、うんうん、はね、ふるさと納税の関係で確定申告する人が増えた時期があったんですけど、今ふるさと納税に関して言うとワンストップ納税っていうんですかね、いちいち確定申告しなくてもふるさと納税の適用になる制度もできましたんで、うん、だからまあ一時ほど確定申告の人も多くないかもしれないですが、私はね、確定申告について思い出話をすると結構長くて面白い話があるんですけどね短く面白くはできないですかねはなんですって、いやいやだってほら、わかりました、じゃあ1分で喋りますね、1分でね、素晴らしい、まあ、単純に言うとですね、うん、読売テレビから給料をもらって働いていたわけですよ、はいはい、ところがあちこちからこうそれも読売テレビ経由で講演頼まれることもなんかも増えてですね、うん、で年間のその手の雑所得が20万円を超えてきたんで、申告しなきゃいけなくて、まあ、最初は額が知れてたんで自分で一生懸命こう、伝票を整理してですね、申告書を書いて税務署へ提出してたんですが、うん、ある時もうちょっとどうにもならなくなってきてですよ、それで税務相談に行ったんです、うん、地元の税務署に、はい、それでもう洗いざらい起きてることを全部喋ってどうしたらいいでしょうって税務署の職員さんに相談をしたところが、はい、下さん、あのね、無理ですよそれも個人でやるのは、税理士雇いなさいって税務署の人が言うわけですよ、わかりました、じゃあそうします、だけどね、どの先生に頼んでいいかわからないから、先生紹介してくださいって言ったら、税務署の方が、あのね辛坊さん、そんなことはできないんですよ、ね、我々がどこの税理士にあなたが行きなさいみたいなことを、税理士紹介所じゃないんだから、うん、この中から探してくださいって言って、なんか税理士名鑑みたいな、なんか辞書のでっかいのみたいなやつをボーンと机の上に置いて、誰でも好きな人選んでくださいって、わかんねえよって、ほんでページベレベレベレってめくってですね、もう目つぶって指ペッとさして、この人みたいなそんな決め方なんですか、はい、その方に今でもお世話になってます、あ、よかったじゃないですか、相性合う方でね、いや、まあ、だけどその方、まあいいや、もうもういいや、もうそんなこと、もう1分半も経ってるし、はい、うん、いうことでございまして、うんうん、さあ、いよいよ新型コロナウイルスワクチンの、接種が始まります、それに先駆けて、はいはい、今日のズームオン一つ目こちらです。ではこちらです。アストラゼネカ製ワクチン WHO が緊急使用を承認。WHO 世界保健機関は製薬大手アストラゼネカなどが開発した新型コロナウイルスのワクチンを緊急使用のリストに加えたと発表しました。これによって国際的な分配の枠組みで供給できることになり、WHO は増産への協力を呼びかけました。日本で明日から接種が始まるのはアメリカとドイツの会社が共同で開発したファイザー社のワクチンですが、はい、今ニュースになっているのはイギリスのアストラゼネカという会社が開発したワクチンであります、はい、日本ではあのアストラゼネカのワクチンは申請が出てますから早晩認可されるとは思いますけれども、まだ認可されてませんので明日から使われるのはファイザーなんですね。でこれ効き目で言うと、うん、それぞれの会社が報告している効き目で言うと、はい、あの明日から日本で接種が始まるファイザーは 95%、まあ、95% ってどういう意味かというと、うん、ある集団がありますと、ある集団がいて例えば1万人の集団がありますと、そこにワクチンを接種していなければ、100人が病気になりましたと、で1万人別の集団には全員ワクチンを接種してますと、こっちの集団では5人しかあの病気になりません、でそういうぐらいの効果がありましたっていうのがファイザーなんだけど、アストラゼネカは今のところですね効果が 70% と言われてます、報告されてます。比べるとちょっとね低い。でこれウイルスじゃなくてワクチンの、性質っていうか作り方というか、うん、内容もちょっと違うんですね。さあここで問題です、はい、日本で両方のワクチンが導入された段階で、はい、どちらのワクチンを打ってほしいということを言えるかっていう。どう思います？言いたいですね。言いたいでしょ、うん、言いたい。ただ今のところ日本の制度では言えないと思います。たまたま並んだところで打ってくれるワクチンを打ってもらうということだそうです。以上ズームオンでした。2月16日火曜日、時刻は午後4時を回りました。大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎と、東京有楽町の日本放送のスタジオから増山さやかでお送りしています。
メールをご紹介します、はい、ありがとうございます。文京区の46歳女性の切り落としバームクーヘンさん。ほうほう。今朝のあなたとハッピー聞かせていただきました。あ、恐縮です。ずっとご出演して、増山さんの話をずーっと柿原さんがしてらして、柿原さんって増山さんを相当好きなんじゃないのかというね。多分ね、逆だと思います。そんなことないと思いますよ。いやいや、なんかとにかくね、増山さんが綺麗だ綺麗だと言い続けてましたよ。それは辛坊さんに言わせたかったんですよ。言ってほしいな、辛坊さんに。なんで、なんで。まあ、続き読みますね。はい、どうぞ。辛坊さんがヨットの旅に出られる理由として、ただ風を切って走りたいだけということに共感しました。 ありがとうございます。学生時代に風を切って、風を切って走りたいと思って、自転車旅行にはまり、あちこち出かけていました。結婚してからは専業主婦で時間があるとはいえ、家事の全くできない連れを留守番させることに一抹の不安があるので出かけられずにいます。夫が仕事を辞めたら強引に誘って出かけられたらいいなと思っています。いいですね。素敵ですね。素敵ですね。私もね、いろいろ考えてるんですよ最近、うちのかみさんと同時に死ぬことありえないわけでしょ、ね、で私のがまあちょっと年が上なんで、男性と女性の平均寿命から考えると私の方から当然先に死ぬわけで、 それならまあいいんだけど、そうならなかった時にさあどうしようかなと思ってね、いろいろ考えるんですよ。そういうことを考えてるということを相手に伝えるのはぶっちゃけどうなのよって話でしょ。本当に言ってますけどね。オンエアで言ってますけどね。いや、本人自分の方が長生きするつもり満々なのに、いや、こっちがそういう想定をしてその時にどうしようかと考えてるなんてことってなかなか会話しづらいですよね。まあ、そうですね、これ。確かにそうですね。まあでもね、末永くなるべくこう一緒にいる時間がね、多いといいですよね、辛坊さんもね。ありがとうございます。奥様とね。ありがとうございます。その方も、ね、メールをいただいた方もね、ぜひご一緒に自転車で風を切っていただいて、はい、あれなんだこの変な雰囲気は。おかしいな、なぜだろう、どこで間違ったんだろう。何か重大な間違いを今日しでかしてしまったような気が。お家帰れない、お家帰るのが怖い。頑張って帰ってください。さあ、ラジオの前のあなたからのご意見もまだまだお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターはハッシュタグズーム、間違えました、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。辛坊治郎漢字、ズームカタカナです。で、今週木曜日はですね、辛坊さんがコロナについて何でもお答えしていきますのでね、そういった質問などありましたら。いや、もうそんなにネタがあるわけでもないんだよな。いや、またそんなちょっと昨日弱い小さい声でボソボソ言わないでくださいよ、はいはい、ね、よろしくお願いします。で、明日水曜日なんですが、明日は、水曜日、アメリカの国立研究機関で博士研究員を務める病理医でウイルス研究者の峰宗太郎さんにアメリカから見た新型コロナワクチンの真実について伺っていきます。で、あさって木曜日になりますと、このね、辛坊さんが、新型コロナに関するラジオの前のあなたからの辛坊さんへの質問お受けしますので、質問お待ちしております。辛坊にコロナの話を聞け、お送りいたします。もう4時台のズームオンでね、時間の許す限り辛坊さんがもう縦横無尽に答えていきますのでね。そんなプレッシャーかけてどうするんですかそれ。頼みますよ。もうこれ以上私ね、敵作りたくないんだな、これがな。敵作るような展開にしなければいいじゃないですか。それはみじんも考えたことがなかったですね。ちょっと、はい、メールは zoom@1242.com、 ZOOM zoom@1242.com までお寄せください、まあ、できればですね、明日の放送開始前午後3時半ぐらいまでに送っていただけると助かります。さらに豪華プレゼント企画もお送りしております。世界に1枚しかない辛坊さんのサインと私の落書きがついた番組特製クオカード3000円分を毎日3人の方にプレゼントします。木曜日は飯田アナウンサーのサインも入っていますのでね、こちらもご応募ください。詳しいこと番組のホームページもご覧になってください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この後は東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんにコロナワクチンの有効性と安全性について伺います。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この時間解説するニュースはこちらです。新型コロナウイルスワクチン、明日から接種開始。
安全性と有効性は。厚生労働省はおととい、アメリカの製薬会社ファイザーが申請した新型コロナウイルスワクチンの製造販売を特例承認しました。コロナワクチンの承認は国内で初めてで、政府はファイザーと年内に1億4400万回の供給を受ける契約を結んでいます。また菅総理大臣は昨日の衆議院予算委員会で、明日から医療従事者を対象に先行接種を始めると表明しました。さあ、日本でもいよいよ接種が始まります。コロナワクチンにつきまして、国際保健医療政策が専門の東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんにお電話で伺います。坂本先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。前回に引き続きありがとうございます。お忙しいところ申し訳ないです。よろしくお願いします、いよいよ接種が始まりますね。はい、明日から始まりますね。はい、これってこの間から外国で打ってるやつ見てて思うんですけど、はい、腕のところの筋肉にブスってなんか3センチぐらい針刺すじゃないですか。はい、あれなんか痛そうなんですけど。そうですね、まあ、人によるんですよね。筋肉注射の方が痛いっていう人もいれば、そうでもないっていう人もいたり、ただ割と日本って予防接種筋肉注射はあまりしないんですけど、諸外国はむしろ筋肉注射の方が一般的なので、針刺す瞬間は痛いかもしれないんですけど、まあ、一般的な注射と比べてそこまで痛くはないんじゃないかなと思いますね。いや、日本での注射って、はい、これなんか理由がどっかにあったらしいんですけど、もうどっかで読んだけど、はい、もう古い話で忘れちゃったんですが、はい、一般的に日本で注射するときって、いわゆる皮下注射ってやつですよね。うん、そうですね、はい。皮下注射っていうのと筋肉注射っていうのとこう比べたときに、見てるとですね、アメリカ人のこの看護師さんがなんかブサーって刺すじゃないですか。そうですね。で、日本の看護師さんって慎重に、まあお医者さんもそうですけれども、皮膚のところこうちょっと斜めにシュッと刺しますよね。となると日本で一般的に行われている注射方法と違うのでどうなのかしら。それはまあ1億2500万人やってる間にだんだん慣れてくると思いますけれども、はい、普段やらないやり方なんでしょう。誰でもそんなに簡単にできるんですか、あれ。ただ予防接種の時は皮下注射が多いっていうだけで、ものによってはその病院で行われているいろんなその他の注射とか手技の中では筋肉注射をすることもあるので、おそらく筋肉注射したことがある医療者も多いと思いますね。いや先生、今逆に言うと今のお答え、はい、ちょっとだけ不安になったんですが、はい、ということは、お医者さんでも筋肉注射やったことないっていう人もいるんですか。いや、いない。基本的にその予防注射とか、まあ、病院とかでその注射とか打つ経験がある人はやったことがあると思います。はい。まあ、痛いか痛くないかは本人次第ということですね。はいはい、そうですね。まあ、刺す時の痛み自体は筋肉注射と皮下注射だと、まあ、基本的に変わらないと思うんですけど、その液体を入れていくときですよね。注射の薬を入れていくときの痛みが、まあ、多少人によっては筋肉注射の方が痛く感じる人もいるとは思うんですが、まあ、こればっかりは痛みの感じ方は個人差がすごく大きいので、まあ、そうですよね。はい、ただそんなにものすごく痛いかっていうと、まあそこまででもないんじゃないかなとは思います。こんなややこしい時に先生に聞いてるような話題じゃないということを承知で聞くんですけど、いい、はい、私ね、前なんかで注射で針刺された瞬間に、はい、神経直接刺しちゃったみたいで、はい、腕全体しびれる状態に飛び上がって、はい、一月ぐらいしびれ取れなかったことがあるんですけど、はい、あれって要するにたまさか運悪く神経の上刺しちゃったってことなんでしょうね、きっと。そうですね。ただテレビとかでやっているその腕に予防注射刺しているところっていうのは基本的にその、まあ、神経を刺さないように最もその神経が少ないところっていうのをきちんと考えては打っているので、なるほどなるほど、まあ、予防注射で絶対にそれが起きないかって言われると、まあ、なかなか難しいんですけど、基本的にはそういったその神経を傷つけないように痛めないような場所を選んで注射はしています。で、今のところ副反応に関して言うと、まあ、はい、打ったところがちょっと腫れるとか、そういう話と別に、はい、アナフィラキシーっていうのと、はい、まあ、副反応でよく報道されてるのは2本立てですよね。まず、一つの、その、まあ、打ったところが腫れるその他のやつは、これはもう、どんな予防注射でも普通にあるもんなんですか。
そうですね、どんな予防のよく子供に打っている、子供が定期接種で打つものでも、まあ、腫れたりとか、その後ちょっと熱が出たりとかっていうのはありますね。まあ、それに関して言うと、まあ、今回の予防、はい、予防じゃない、ワクチンに関しても、あまり問題視してる人はいないですよね。そうですね、まあ、どうしても多少は出ちゃうとは思います。はい、でもう一つ、アナフィラキシーで、はい、私、実はアレルギーを持ってるもんですから、はい、エピペンっていうアドレナリンの注射器を一時期持ち歩いてたことがあるくらい、はいはい、結構用心してるんで、はい、まあ、アナフィラキシーの何たるかはなんとなく分かってるつもりなんですけども、今回の世界の報道を見てると、ファイザーのワクチンって他のモデルナやアストラゼネカに関して言うと、はい、あるいはインフルエンザ等の注射に関して言うと、ちょっとアナフィラキシーの発生頻度が高いみたいですね。これ、そうですね、ただ高いかもしれないんですけど、いわゆるその例えば抗生物質とかペニシリンとかの抗生剤で起きるアナフィラキシーよりはずっと低い頻度なんですよ、アナフィラキシーは。そうなんですか。はいはい、なので特別その起きやすいかっていうと、もうそんなことはないっていうのと、あと、まあ、アナフィラキシーも、まあ、仮に起きてしまったとしてもすぐに対処すれば命にどうこうということはないので、まあ、それ今世界中で1億回以上打たれてはいるんですけど、アナフィラキシーで亡くなった方の報告とかっていうのも世界ではゼロですね。そこなんですけど、はい、世界の状況と多分日本の状況で違うだろうと思うのは、はい、日本って圧倒的に平均年齢高いですよね、はい、で、まあ、アストラゼネカに関して一時期 EU は、まあ、WHO はその後いいよっていうふうに変えましたけど、はい、EU は65歳以上に関してはまだよくデータが揃ってないので、はい、とりあえずは打たないでおこうかみたいな話が一時期あったじゃないですか、はいはいはい、で日本では、まあ、アストラゼネカじゃなくてファイザーの方なんで多分そういう縛りはないんだろうとは思いますけども、はいはいはい、まず65歳以上に先行して打ちますよね、はい、で65歳っていうのと高齢って言っても90歳とか100歳以上の方、日本で100歳以上の方だけで8万人ぐらいいらっしゃるので、その方々も当然今回対象になってますよね。はい、90歳、100歳の人に、まず打つ意味がどの程度あるのかということと、もう一つ、その世代に大量に打った時何が起きるかということの想定ってできてんだろうかっていう素朴な疑問があるんですが。はい。まず年齢に関しては、まあ、なかなかその難しいところもあって、例えば、まあ、80代、90代の方でも、まあ、元気な方は元気なので、まあ、そういった方々のその重症化予防っていう意味では、まあ、打った方がいいのかなというのは個人的には思うんですね。はい、であと、まあ、その前のアナフィラキシーに関しては、高齢者の方がアナフィラキシーが出やすいとかいう報告は今のところされてはいなくて、まあ、年齢が高いほど出やすいとかいうことはないので、例えばその、確かに日本は絶対数、高齢者の絶対数は、まあ、相当多いと思うんですけど、まあ、たくさん高齢者の方でアナフィラキシーが他の国より多く出るかというと、まあ、そういうことはないのかなとは思いますね。ただ一方で、まあ、ワクチンと の, その因果関係が証明できるできないということも含めて、やっぱりまあご高齢の方だと打った後に何かが起きるという可能性はやっぱりゼロではないと思うんですね。でそうなった時にやっぱりどういうフォローアップ体制を取っていくのかとか、まあ、そのあたりその因果関係というのをどうやって調査していって、まあ、必要な場合にはどう保証していくのかとか、そのあたりというのはやはりまあかなり詰めていく必要があるとは思います。そうなんですよ、私も全く同意見なんですが、はい、同意見で私の方が多分ちょっとだけ心配性なんだと思いますけど、というのはマスコミの世界で長いこと働いてますから、だからマスコミが冷静な対応ができればいいんですけども、うん、まあ、1月に10万人ぐらいの高齢者が別にワクチン関係なしで新型コロナ関係なしで死んでる国でですよ、はい、その3600万人3ヶ月集中して打ったら、当然ワクチン打った直後に死ぬ人も確率的にはかなり出ますよね、ワクチン関係なしに、はい、その時に冷静な対応がさあできるんだろうかっていうあたりは、逆に遺族の立場になったら打った3日後に死にましたって言ったら当然因果関係考えますよね。そうなんです、そこはもう我々医療者もかなり心配しているところではあって、おっしゃる通りでそのワクチンと関係なしに亡くなる方っていうのは絶対にいると思うんですね、90歳100歳の方だと、ただその通りその直後数日後とかに亡くなると、まあ、ご遺族の心情としてはやっぱりワクチン打たなきゃよかったんじゃないかって思うのは、まあ、当然だと思いますし、じゃあなるとそうなると当然今回高齢の方から打つので、まあ、そういった事例が相次ぐと、まあ、どういう報道がされるのかっていうところは、まあ、非常に我々も危惧しているところではあります。
さあ、それで、今日先生に出ていただいたのは、先生の知見から日本で今までの対応、これからの対応、世界におけるこのワクチンに関する対応、その中での日本の役割、いろいろテーマあるんですが、先生、一番今日お話になりたいっていうか、話してくださるテーマ、何でしょう。あ、そうですね、まあ、一つはやっぱり日本で今回ちょっと国産のワクチンがないという状況は一つ、まあ、今後の課題かなというふうに思っていることと、まあ、一方でその、まあ、世界の中での役割っていうところだと、まあ、確かに日本でも早く国民全体にワクチン行き渡らせることって必要なんですが、もう少し広い視野というか広い視点で見ると、やっぱり世界中にワクチンを届けない限りこの混乱の収束っていうのはないと思うんですね、はい、でそうなるとやっぱり今日本だけではなく世界でどうやってワクチンを公平に配分していくかっていうのが、まあ、今一つ世界的には大きな議論になっているんですけど、まあ、日本がそのあたりに関しては割と積極的に貢献をしていますという、まあ、そのあたりでしょうか。日本は割と先生の目から見てよくやってる方ですか。そうですね、まあ、2つの意味でよくやっているなと思うのがありまして、まあ、一つは、割とそのいわゆるお金のある国ですね、先進国と呼ばれる国がかなりそのワクチンの買い占めを行っているんですね、世界的に、はい、で自分たちの人口の、まあ、何倍ものワクチンを、まあ、契約している国とかも中にはあったりするんですけれど、で例えば WHO とかはそういったことに対してやっぱり、まあ、その買い占めるのは良くないと、お金の力で買い占めるのは良くないと、でまあ、もう少しそのお金のある国に対して自制するように呼びかけを行っているんですが、まあ、日本は今のところそうしたことはしていないと、まあ、割と冷静に、まあ、自分たちの国に必要な分を、まあ、淡々と交渉している状況なんですね。でもう一つは、まあ、今開発されているワクチンのほとんどが、まあ、いわゆる先進国にしか行き渡っていない状況なんですけれども、はい、まあ、途上国にとってみるとやっぱり効果で買えないんですよね。でそういったところに対して日本は積極的に、まあ、お金をまあ、出してワクチンを送ってあげているんですね。でそのあたりはやっぱり、まあまあ、自分たちの国も大変な状況だけど、まあ、やっぱりそういったところを助けてあげているという意味では日本はよくやっているんじゃないかなと思います、ね、なるほど、まあ、そのよくやっている日本なんですが、でも、はい、この間のファイザーのワクチンって1瓶で5回って、はい、5ドーズって書いてあるんだけども、はいはい、あれは6回打てるということで7200万人分ですよみたいな報道がされてたですよね。そしたら、はい、直近になって、いや日本の注射器は注射針の手前のところの空間に薬液が残るんで、注射器だと5回しか打てませんで、うん、その5回しか打てない注射器をもう2億本も発注しちゃいましたって、なんじゃそりゃって話なんですが、先生から見てこれは何なんですか。そうですね、やっぱり少し薬が残ってしまう注射器っていうのは、まあ、日本だけのものではなくて割と他の国でも使われている注射器なんですね、なので、まあ、こういったことに多分国内的に問題になったのは日本だけではないと思うんですけど、はい、ただやっぱり少し対応が遅かったかなと思うのは、例えば韓国ってこの問題に去年の時点で気がついていたんですね、12月時点で、はい、で韓国はその後急いでその国内的な増産体制に入ってで、まあ、なんとかその6回対応できるようにっていうことを今進めているんですけれど、はい、やっぱり日本はそこにまず気がつくのが1ヶ月、まあ、1月末に日本は気がついたっていうことなんですけど、やっぱり気がつくのが遅かったっていうことと、あとやっぱり今のところ国内での増産ができないんですね、注射器の増産が。ほうほう。で、まあ、その薬が中に残らない6回打てるような注射器を増産したいけれど、まあ、基本的にその注射器っていうのは海外に頼っていて製造を、で、まあ、それを輸入するとなるとやっぱり数ヶ月かかってしまうっていうのが今現状なんですね。で、まあ、そうするとやっぱり国内で作れないことの、まあ、弱みというか板ですとか、まあ、そうですね、マスクと似てますね、それね、はい、そうなんです。で、まあ、去年マスクとかが足りないっていう話になった時と、まあ、状況は同じだなと思うんですけど、やっぱり国内ですぐに増産できなくて輸入頼り、特にこの感染症対策に必要なものが輸入頼りっていうのは、まあ、少し危ういなというのが今回明らかになったと思います。いや、今の先生の説明はとても分かりやすかったんですが、でも先生の説明聞くと、韓国で去年の12月に分かっていたということで言うと、厚生労働省でそんなこと分かってなかった、分かってた人も必ずいたはずだろうに、それが最近になるまで表面化しなかったのは、サボタージュなのか何なのか、何なんでしょうね。厚生労働省の中で何が起きてるんですかね。まあ、発
まあ、私もその中の様子を直接知っているわけではないのであれなんですけど、ただ一つちょっと最近指摘されているのが、やっぱりその韓国とか、今回ワクチン接種がすごく進んでいるイスラエルとかっていうのは、その感染症対策を医療の問題っていうより、もしくは国防的な観点から結構捉えているんですよね。もう国の安全保障の問題と。やっぱり今日常的にいろんな危機にさらされているような国だと、やっぱりその国家的な危機という捉え方がすごく強いんだと思うんですけど、まあ、日本の場合はどうしても多分いわゆる医療の枠組みの中で考えられているので、なかなかその医療の枠を超えた話とか、その医療を超えて何か対応が必要みたいになった時にどうしてもその機動性に欠けてしまうのかなっていうのは思いますね。今日あたりの週刊誌の報道で一部にもう書かれているような話なんですけども、1回目、まあ40万人分入ってくると、2回目以降がどうも決まってないと。で、3億人分ぐらいを確保してますと政府が言うんだけど、本当にそんだけの量が確保して日本に入ってくるのかっていう懸念がどうも一部にあるようですが、これどう見ます？いや、その懸念もやっぱりそれはあると思いますね。というのも、その世界的にやっぱり今争奪戦になっているんですよね、ワクチンが。で、まあ、EU は EU 本体は否定しているんですけど、まあ、いわゆるその輸出規制みたいな、それに近いこととかも今始まりつつあって、はい、まあ、ここはやっぱりその事前に約束してたから絶対に来るかどうかっていうのは、まあ、確証はなかなかないかなと思います。やっぱりより良い条件だったりとか、まあ、より交渉の結果として入ってくるか入ってこないかっていうところだと思うので、まあ、そのあたりは今後の交渉力にかかっているのかなと思います。聞けば聞くほどね、もう聞きたいことが山ほど噴出してくるんで、先生またお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。東京大学大学院国際保健政策学教室特任研究員の坂本遥さんでした。2月16日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。さあ、この時間は辛坊さんのエンディングリクエストをお聞きします。この間からね、これかけるかけるかけてかけてって言っていながら一度も実現していない、西郷輝彦さん、星のフラメンコ。これね、私小学校の時に、ほら、なんかふっとした瞬間に頭の中に曲がぐるぐる回ることってありませんか？あります、あります。ずっと待っちゃうとき。そう、ヘビーローテーションするじゃないですか。で、私ね、一番最初に子供心で頭の中でヘビーローテーションした曲がこの星のフラメンコなんです。へー、なぜだから今でも歌えます。あ、いいですよ、歌って。いや、もういいです。はい。西郷輝彦、星のフラメンコ、いかがでしょうか？もちろん、なんとかなりました。たっぷり、もうなんとかどころか、じゃんじゃん、お送りできますので。はい、じゃあお願いします。用意をしておきます。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。で、今週の木曜日ね、辛坊さんに対するワクチンの質問、何でも結構です。こちらまでお寄せください。メールは、zoom@1242.com。感想ツイッターでも、どんどんつぶやいてくださいね。ハッシュタグ、漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンは予定を変更してこちらです。森会長の後任候補を選ぶ候補者検討委員会、今日初会合。辞任を表明した森喜朗会長の後任候補を選ぶ東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の候補者検討委員会は8人のメンバーで今日初会合が行われています。8人のメンバーに関しては公式にまだ報告されていないんですけど、ぼちぼち漏れてきてますというよりも、はい、今日の午前中あたりにですね、その候補者を誰にするかっていうのを決める会合を開いてるわけですが、8人で男女4人ずつっていうところまでは公表されてるんですが、もともとの予定では最終的に候補者絞り込むまではその8人の名前を公表しないっていう方針だったんですが、今日は朝からいろんなところでですね、密室で決めるなっていう話になったんですよ。だからただもう方針を変えるわけにいかないって、これはもうメンツなんでしょうね。方針変えるわけにいかないんで、もう公表しないって言っちゃってますから、リークという形で実質的に公表が始まってます。で、もうすでに一部の報道がされてますけれども、候補者検討委員会に誰が入ってるかというと、
日本オリンピック委員会会長の山下さんですね、うん、それから御手洗組織名誉会長、それから東京都の副知事が入ってて、うん、スポーツ庁長官の室伏さん、元バレーボール選手の荒木田さん、元体操選手の田中理恵さん、うん、あ、田中理恵さん入ってんだ、ね、元柔道選手の谷本さん、それから水泳パラリンピック選手の成田さんだということで、女性4人男性4人の合計8人ということなんですが、不透明だよな。だってもうこうやってさ、リーグで名前出すんなら、うん、この8人で今考えてますって言えばいいのにさ、なんで隠すんだろうなこれ、うんうん、この体質本当に良くないと思うよね。だから一遍言っちゃったからメンツが立たないから、だから公表はしませんよ、公表しませんけれども、実質的にはこうやってリークという形で全員の名前出してるわけだから、意味ねえじゃんこれっていう、そのあたりがね、体質変わん、この体質を変えないと、なかなか透明な選考なんかできないじゃないのっていう気が正直しますね。で、今どんな名前が上がってるかというと、実はその名前が上がってる人間が今回の候補者の選定委員会とこうオーバーラップしてるところもあるんですが、はいはい、今日のさっき夕刊フジで、ちょっと紹介しなかったんですけれども、3面にですね、一覧表が出てるんですよ。ちょっとその一覧表の名前をざっと上げてみましょうか。はい、橋本聖子さん56歳、山下康弘さん63歳、小谷美香子さん54歳、山口香里さん56歳、高橋直子さん48歳、室伏広治さん46歳、鈴木大地さん53歳、三谷優子さん、ひろこさん62歳、バレーボールの選手ですね、はい、丸川珠代さん50歳、などなどがこう上がってるんですが、はい、この一覧表を見て私が一番と思ったのが、一番若いのが室伏さんなんですね。あ、室伏さん46歳で一番若いんですよ。高橋な、キューちゃんよりも2歳若いって。本当だ。それで、うん、あと本当にくだらないことを私は考えるなと思ったのは、はい、この一覧表をバッと見たときに、全員リングに上げてバトルロイヤルで戦ったら誰が勝つかって考えたら、考えてるんで、そしたらやっぱりね、日本柔道界最強の男の山下さんが圧倒的に強いだろうとは思うんですが、いやでも室伏さん、でも室伏さんそうなんですよ、そう同じこと考えたんですこれ室伏さんと山下さんと異種格闘技をやった時どっちが強いかとかね、何考えてるんですか、それかけっこで長距離走だったらこれ高橋直子さんダントツだなとか、ほらでしょうね、本当つまんないこと考えるよな、で他にもいろいろ考えました。つまんないことだけ考えてるわけじゃないんですよ、ね、そういうつまんないことも考えましたけども、うんうん、ね、例えばまあビジュアルで選んだら誰かとか、ほら言いませんよ、言いませんけどや、ね、そういうことあるじゃないですか、うん、それで言うとですね、うん、まあ土曜日あたりの一部新聞に、橋本聖子さん、今オリンピック担当大臣の橋本聖子さんが最有力候補だって、名前が上がりましたよね、はい、でもどうも橋本さんは本人がものすごい勢いで拒否してるみたいです。だからならないんじゃないのというのは、もう名前が上がった瞬間にその日のうちからあっちこっちで過去週刊誌で報道されたいわゆるセクハラとか中問題やみたいなやつを、中問題が注目を集めてこのままではちょっと無理だと。で、今せっかくねほとぼり冷めて五輪担当大臣やってるのに、そんな渦中に巻き込まれて全世界に中問題なんか広げられた日には冗談じゃないわよと、誰がやるかそんなもんって多分まあそうはおっしゃいませんけれども、気持ちを押し量るとおそらくそういうことなんだろうと思いますので、橋本聖子さんは消えた感じですよね。そうなるとあと有力候補で、やっぱり今ざーっと名前挙げた中で言うと、世界的にまあ柔道選手としても有名だし、JOC の日本の会長もやってる山下さんね、まあ、はい、1983年ロサンゼルスオリンピック柔道男子無差別級の金メダリスト、うん、まあ、最強の男ですからね、うん、この方かで、もう一人ね対抗馬で上がってるのは小谷美香子さん、小谷美香子さん54歳なんですが、はいはい、彼女はねソウルオリンピックの時のシンクロで団体でも個人でもメダル取ってるというだけではなくて、はい、小谷さんは英語が堪能、あ、で2020年の東京オリンピック招致活動にアスリートアンバサダーとして尽力をしたと、で現在も JOC の理事と、あ、それから二児の母っていうことで、となるとイメージむっちゃいいですよね、いろんな意味で、はいはい、でそういう意味では小谷美香子さんはあり得るのかな。ただ一つやっぱり小谷美香子さんではという思いが思ってる人たちは多分ね、組織委員会としては
オリンピックの日本のトップは誰か争いっていうのがあるわけですよ、うんうん、今まで組織委員会のトップは森喜朗さんだったから、もう誰が見たって多分日本のドンみたいなことで、オリンピックに関して言うと森さんが決めるんだろうなってイメージがあったんですが、うんうん、ここのトップが弱くなると相対的に力を増すのが東京都知事なんです。で、基本的にオリンピックというのは都市開催だから、東京都のトップというのが本来的にはトップであってもおかしくないんだけど、森喜朗さんという人物がいるから組織委員会の方が上のようなイメージだったんですが、ここに小谷美香子さんが座った時に、小谷美香子 VS 小池百合子という対決の構図になった時に、これはどう考えたってあっちの方が強かろうみたいな、組織委員会の人たちとしては、面白くないですよね。はい、だそのあたりの綱引きというのが今水面下で行われているのでございます。どうなるんですかね。以上ズームオンでした。お送りしているのは西郷輝彦で星のフラメンコであります。この曲を子供の頃に頭ぐるぐる回ってたんですか。そうです、はい、好きなんだけどっていうね、黙ってるのさみたいな、ほら君は僕の心の星、ほら頭の中ぐるぐる回るでしょ。おませさんですね。おませさんですか。私はね、やっぱりこの曲を聴いてスペインに行きたくなってですね、今もその思いは消えてないんですよ。だから無事太平洋横断して帰ってきたら、うん、次はスペイン語をマスターして南米縦断するっていうのがね、大きな目標なんです。ちょっと仕事に、日本放送のお仕事にもね、ちょっとしっかりと意識向けてくださいよ、はい、頑張ります。頑張ってくださいよ。さあ、お聞きの日本放送、この後はですね、健康あるあるワンダホを挟みまして、鶴子の噂のゴールデンリクエスト、今日は鶴子師匠とお美和子様とつながってます。辛坊さん呼んでください。鶴子さん、お美和子さん、あ、どうも、どうも、ご無沙汰です。オブリガード、オブリガードなんでかですか。もう次スペインへ行く段取りしてまんのか、ね、そうなんですよ。すごいな、すごいですね、情熱のね、全部叶えようとして素晴らしいじゃないですか。おで、大阪どないでか、ケーキは。ケーキぼちぼちですわ、ね、もうなんかそのことは聞きたかったね。毎度おきに、まあ、ぼちぼちでなっちゃってね。今日のゴールデンリクエストは、今日何やんの？で、私、出会いと別れと幸せとということで、あなたからのラブソングを受け付けるとともに、今日はですね、ネスカフェゴールドグレン、ブレンドバリスタデュオ、これを毎日10名の方にプレゼントで、クイズに答えるだけで1万円も5名の方にプレゼント。美和子ちゃん、長い、長い。頑張ってください、この後も。あれ、あれ、マセオさんぶった切った。お時間がね、もう。どこらへんでした？じゃあ頑張ってください。はい、ありがとうございました。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と増山でした。明日も聞いてちょうだいね。